岩手京弁鉄道。岩手京弁鉄道は、後の JR 東日本釜石線に相当する路線を運行していた、かつて岩手県に存在した鉄道事業者である。岩手県では、北上川沿いに日本鉄道線、現在の東北方位線が最初に開通した。これに対して、三陸海岸側への鉄道の開通は大きく遅れることになり、 長らく海岸と内陸の連絡は青森県や宮城県へ一鉄道で移動して回路を利用していた。1911年、明治44年に当時の岩手県知事の岩井真一が重要な製鉄所のある釜石への鉄道連絡を確立するため県営鉄道の建設も視野に入れて調査を行わせたが財政難から実現しなかった。しかしこれにこして民間で 岩手京弁鉄道の構想が動き出すことになった。同年6月13日、岩手県冷え抜き郡花巻町、後の花巻市上平郡東野町、後の東野市から同郡上里村靴掛け、後の東野市間 64.8km の鉄道施設の申請を行い、7月5日に早くも免許が交付されると、10月12日に資本金100万円で会社が設立された。 本社は、花巻町に置かれ、初代社長は、近代地勝佐田、森岡銀行頭取、筆頭株主は、横山久太郎、釜石製鉄所長、宮沢賢治の母方の祖父も、株主として出資していた。株主の大半は、沿線住民であった。1912年、大正元年9月に、路線の建設工事が、両端から開始された。花巻を出て、 しばらくのところで北上川を横断する北上川、橋梁、238メートルは、当初は木製の予定であったが、岩手県が3万円の補助金を出して鉄製に改められた。その後も引き続き、岩手県が補助金を投入して支援をしている。1913年、大正2年10月25日に、 最初の開業区間が花巻から土沢まで 12.7km が開通した。残りの区間の建設工事もかなり進捗していたが、8月27日に集中豪雨で完成した線路などが流出する被害を受けて、以後は部分開業を徐々に繰り返すことになった。これにより、終点側での区間開業を行っており、一時期再線と東線で分離して運行していた。 1914年、大正3年4月16日に、土沢、針山場 3.2km が、延伸開通した。続いて1914年、大正3年4月18日に、最も終点側の塔の千人峠間 19.3km が、東線として開通した。ただし、早瀬川第一橋梁完成まで仮橋経由で、運行したため貨物営業のみ、 旅客営業を開始したのは、同年5月19日となっている。さらに、同年12月15日、西線の針山岩根橋間 5.8km と、東線の増沢、後に、貨物駅の中、増沢駅となり、国有火事に廃止等の間 10.6km が、同時に延伸開業し、1915年、大正4年7月30日に、東線の柏木平、 マスザキロ 4.2km が延伸した。同年11月23日、最後の岩根橋柏木平間 9.5km が開通して、花巻千人峠間 65.3km が全通した。宮森トンネル 322m、トル、増沢トンネル 302m の2カ所が難工事であったため、この区間が最後となった。こうして、 花巻から千人峠までが762ミ、mm、リメートル期間の軽便鉄道で結ばれた。また千人峠駅から直線距離で4キロメートルほどのところにある大橋までは釜石からすでに1911年明治44年11月3日に釜石鉱山鉄道が後押していた。これにより中間の徒歩連絡を挟みながらも花巻から釜石までの鉄道連絡ができるように なった。しかし、標高560メートルの千人峠駅と、標高254メートルの大橋駅の間の標高差は大きく、さらに間に標高887メートルの千人峠があることから、この間を直接鉄道で結ぶことができなかった。代わりに、岩手軽便鉄道では、この間を結ぶ貨物用の作動、ロープウェイを建設。 1914年、大正3年4月5日開通させた。これは、千人峠まで鉄道が開通する13日、前である。作動は、玉村公務所製の単線循環式のもので、全長 3.6km、ワイヤー計 23mm、市中30本、半期約70個で、当初は千人峠駅構内に設置した70馬力、発動機で駆動しており、 千人峠から大橋へは100トン、大橋から千人峠へは40トンの輸送能力があった。1923年、大正12年8月に、冒険の森岡電気工業、後の東北拝電、東北電力が、釜石方面への電力事業を開始したのに合わせて、電動機駆道に更新されている。この作動では、貨物、郵便物、新聞などが輸送された。 一方旅客は、千人峠を歩いて越えていた。千人峠駅からは、峠まで 2.1km を上がり、そこから、つづら折りの急坂を、大橋駅まで 3.4km の、合わせて2時間半から3時間かかる道のりであった。また個人営業の籠の瓶もあったが、花巻千人峠間の特等運賃1円71銭よりも、高い2円50銭を徴収していたとの記録がある。 さらに、カゴきの客に対する態度が悪く、悪評が新聞で叩かれるなどしたが、この区間の鉄道連絡が完成するまでカゴの運営は続けられた。千人峠から大橋間を結ぶ鉄道を建設する動きは1920年代頃から見られるようになった。次の内閣総理大臣は岩手県出身の原隆であったが、同じ岩手県の山田線の建設には、 積極的に取り組んだことにして、政治的な理由で千人峠の鉄道に関しては、冷淡な態度を取った。この頃、会社は国鉄に依頼して建設ルートの試算を行っている。それによれば、足ヶ瀬千人峠間の花巻起点39マイル58、チェーン地点に金山駅を設置して分岐し、千人峠の下をトンネルでくぐって、東側でループ線を設置し、 北進して、スイッチバック式の甲子駅を設置してその先で大きく、南へカーブを描き、釜石鉱山鉄道に沿って南東へ向かい、宇多た駅で、釜石鉱山鉄道へ合流する7マイル24、チェーンの路線が検討されていい。期間線6 7ミ、mm、リメートル、最急勾配40パーミル、電気動力の前提で、建設費300万円と試算された。しかしこの額は、 岩手京弁鉄道には到底出せるものではなかった。1925年、大正14年に岩手京弁鉄道の取締役であった瀬川弥門が貴族院議員に選ばれ、千人峠の連絡鉄道の国鉄による建設を請願するだけではなく、岩手京弁鉄道全体の国有化の運動も始められた。加えて、当時当社を率いた近代地国を、 勝貞の用紙は、近代地財閥の拡張策で逼迫した資金を国による買収金で好転させるため、国有化に向けた政界工作を活発化させた。これらの結果、1927年、昭和2年第52回定国議会で、鉄道布設法別表に、花巻等の釜石間の鉄道が追加されて予定戦となり、さらに1929年、 昭和4年代56回帝国議会で建設戦へ昇格した。続いて1936年、昭和11年3代目社長の三木幹太郎が、買収論を掲げて大議士に当選し、第69回帝国議会で、岩手京弁鉄道の国有化が決定され、169万5425円で、買収されて、同年8月1日に国鉄駒井支線となった。 千人峠の作動も、また国鉄の経営するところとなった。これは国鉄史上唯一の作動である。国有化後は、第二次世界大戦中の中断を挟みながら 762mm 期間の 1067mm 期間への改め期が進められ、さらに千人峠を超える鉄道の建設が行われて、1950年、昭和25年10月10日に、 花巻加内市間が全通している。二日町を岩手二日町へ解消。岩手京弁鉄道では、蒸気機関車を合計で10両を所有していた。1号から6号の6両は、南満州鉄道から購入したボールドウィンロコモティブ、ワークス製の13トン級 c 型サイドタンク機関車で、ある。もともとは、京府鉄道測定専用として1904年2月から4月に、 かけて100から129の30両が製造され、同鉄道の建設計画変更により、日本陸軍臨時軍用鉄道管理部機課の臨時鉄道大隊の手で、日露戦争のために設され、1905年に完成した、安藤県佐賀鎮下馬津美馬110マイルを川切りに、安藤から方天まで建設された第4、軍用鉄道安佐佐具線、後の新幹線で運用されたが、 戦後の1907年4月1日の南満州鉄道への移管後に標準期へ改め期された際に不要となって売却され、岩手京弁鉄道へ来たものである。満鉄時代の番号は1号、13号、15号、17号、39号、2号で、岩手京弁鉄道ではこの順に1号から6号となった。一時期森岡電機工業。 花巻電鉄の電気工事遅れによる電車運転不能を救済するため客車と一緒に貸し出されていた車両もある。国有加護は家231系の家231家236になった。7号と8号は1916年、大正5年第2本機動鉄工部製、9号は1919 19年、大正8年。 アマミヤ製作所製のほぼ同形式の CE 型機関車で、あるが、国有火事には、形式が分けられて、ケ237型ケ237ケ238 23とケ239となった。11号は1913年、大正2年、オーレンシュタインウントコッペル製の9トンビ b 型、ベルタンク機関車で、1915年、大正4年に、東京電機、 後の東芝から購入した。入れ替え専用に用いられ、国有化時に、K92 型となった。これらの機関車は、11号以外は国有化後の、改め機が完了した時点で、全車廃車となった。11号、K92 系は、1937年、昭和12年4月に、松浦線へ転属し、さらに工事用機関車として車虫84号に、 解消されて、北海道や大阪で使用されて1958年、昭和33年7月1日に廃車された。客車は全部で25両を使用していた。記号としては、特等の客車が、い、並等の客車が、ろ、荷物車がに、郵便車がゆであった。このうち、特等は1934年、昭和9年12月13日の届出により、廃止され、 波塔に編入されている。開業時に導入されたのが、大日本軌道鉄鋼部製造の色1から3とろ、4から10で、種類によらず、番号を連続して振っていた。後に、種類ごとに番号を振ることになり、1917年、大正6年に、ロ8から10が路1から3へ繰り上げられた。色1から3は、後に、色10から12へ改版され、 さらに特等廃止時に、路10から12になった。続いて、1918年、大正7年8月22日認可で、名古屋電車製作所製造の路に20から23が導入された。また19、1919年、大正8年に、魚沼鉄道から1894年、明治27年、平岡工場製の路30から33。 E40 に50を導入した。これはもともと、大梅鉄道が導入したもので、魚沼鉄道が、路線延長時の増備用に、あらかじめ購入したが、1067mm への改め機が決まったため実際に、魚沼鉄道で使用されることないわて軽便鉄道へ流れてきたものである。E40 は、特等廃止時にロ40となった。最後に増備されたのが1927年。 昭和2年3月5日認可の日本車両製造支店製造の炉に24.25と同年9月15日認可の名古屋電車製作所製 U80 の82である。これらの25両の車両はすべて国有化時に国鉄へ引き継がれ改め機が完了するまで使用された。貨車は大半が1913年、大正2年から1914年。 大正4年にかけて大日本機動鉄工部で製造された。国鉄に引き継いだのは、有害者35両、無害者75両で、改め機関両後大半が、アメリカ軍によって、韓国へ持ち込まれている。朝鮮戦争の軍事輸送に使用されたものと、考えられている。国有化した1936年時点を基準に、それ以前の廃止液は括弧内に示す。 これ以前に解消している駅も多数ある。淵のケツ、日の出は臨時停留場。花巻駅は国鉄の花巻駅の前にあった。一般に宮沢賢治の小説、銀河鉄道の夜は岩手京弁鉄道の沿線風景をモチーフにしたとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。